今回はフィリップスの40インチの 4K ディスプレイと三菱の23インチのフル HD ディスプレイを接続してみました。でこれで内蔵で 4K とフル HD が映るかどうかをまずテストしてみたいと思います。ではパソコンの電源入れます。はい、4K とフル HD 両方ちゃんと映りました。ちょっと壁紙の方が違うんで画面の明るさがわからないと思うんで壁紙を一緒にしてみます。壁紙を一緒にしてみました。明るさの違いは、こんな感じです。では、ソニーのカメラチャンネルから 4K の動画を再生してみたいと思います。アルファ6000の、これは 4K の動画ですね。ではスタートします。CPU は 50%、70% ぐらい、食っていますね。では大画面に切り替えます。続いて α7R2 の動画を再生してみたいと思います。また、続いて α7R2 の 4K 動画を再生してみたいと思います。今度は α7S2 の動画を2本再生してみたいと思います。Thank you.
こんな感じで 4K とフル HD 両方出力できて、スムーズに 4K の動画も再生できます。今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。